サンドロ・コルテセはドイツ・オクセンハウゼン出身のオートバイレーサー。現在ベルクハイムに在住。イタリア系ドイツ人であるコルテセは4歳の時にモトクロスレースを始める。1999年9歳の時にはポケットバイクのヨーロッパタイトルを獲得し、2002年にはドイツ国内のミニバイクチャンピオンとなった。2003年には元世界チャンピオンのダークラウディス率いるチームから、 イドム、ドイツロードレース選手権 125cc クラスにデビューすると4度ポールポジションを獲得しシリーズランキング4位に入る活躍を見せたが翌2004年にはシリーズ10位に沈んでしまった2005年にはキーハーボスカストロールホンダチームからロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした初年度は参戦で14位に入ったのが最高位で シリーズランキングは26位に止まった。2006年、コルテセは、エリー・カフェラテチームに移籍し、前年度のチャンピオントーマスルティのチームメイトを務めることとなった。マシンは前年と、同じくホンダ RS125R を借り、第16戦ポルトガル GP で最高位となる10位を、記録、シリーズ17位と成績を着実に伸ばした。2007年シーズン、 チームメイトのルティは 250cc クラスに移り、チームはエミカフェラテに改名。125cc クラスでは一大体制となったコロテッセはマシーンをアプリリアに変更した。開幕前のスペインでのテストではホンダとはマシン特性が全く違うことに気づいたが、コロテッセは進歩を続けて7位を最高位にトップ10圏内でのフィニッシュを何度も重ね、 66ポイントの獲得でシリーズ14位を記録した。前年の活躍が評価され、2008年にはファクトリーマシンのアプリリア RSA125 が与えられた。シーズン序盤は若干苦戦したものの、第6戦イタリア GP で8位に入って、以降は全てのレースで1桁順位でのフィニッシュを成し遂げた。 第16戦オーストラリア GP ではレースをリード中に転倒したものの、復帰して6位でフィニッシュ。第17戦マレーシア GP では予選18番手からのスタートになったものの、ファステストラップを叩き出してこのシーズン最高位となる4位に入賞した。結局このシーズン、コルテッセは 125cc クラスライダー中唯一となる前線完走を達成し、 第4戦中国 GP 以外ではポイントを獲得、シリーズランキング8位に入る活躍を見せた。2009年シーズンは、前年にチャンピオンのマイク・ディメリ,リオを輩出したフィンランドのアジョモータースポーツチームに移籍し、ドミニク・エガーターをチームメイトに出るビ r ー SA125 を借ることになった。開幕戦カタール GP で自身初の表彰台に立ち、第7戦、ダッチ TT では、 初のポールポジションを獲得、第14戦ポルトガル GP では、ブラッドリー・スミスと優勝争いを展開して2位表彰台を獲得するなどの活躍を見せ、シリーズ6位を記録した。2010年、コルテッセはアジョに残留し、前年一杯で GP から撤退した、KTM ワークスに所属していたマルク・マルケスをチームメートに迎えた。マルケスが、 シーズン受賞を挙げて、チャンプに輝いた一方、コルテセは、トップから離れた第2集団でのレースが多く、表彰台獲得は、第8戦地元ドイツ GP での3位と、第11戦インディアナポリス GP での2位の2位に、止まり、年間ランキングは、前年から一つ落として7位に終わった。2011年シーズンは、レーシングチームジャーマニーに移籍、グランプリ7年目のシーズンを迎える。 2005年のデビュー以来、コルテセは一戦も欠場することなく参戦を続けており、2011年の開幕戦で100戦目となる。h t t p w w w m o t o g r a n d p r i x d e i n d e x p h p ページイコール 4&、ホレレットイコール 147&、 なびドイコール 3http コロンスラッシュスラッシュ www.rac-ing-team-germany.de スラッシュ news-teta-il-ensicht.24m57d46bit 3、e e、0 0 8 p d e h t m l ありがとうございます。